ルを継ぎます。はい、このようにグラスの半分ぐらい泡ができたら一旦止めます。ここで初めてグラスを斜めにし、缶の継ぎ口をグラスの縁にぴったりと当て、泡の蓋の下に入るように静かにビールを注いでいきます。グラスにビールを注ぎながら徐々にグラスを起こしていきます。最後にグラスの 2,3 割が泡になったら完成なんですが、もう少し美味しそうに見えるようにさらに泡を盛り上げていきますよ。ご注目ください。はい、皆様いかがでしょうか。ありがとうございます。